さあどうも綿貫です。現在ね、福岡県博多駅に来てます。ここから何をするかっていうと、実はねここまでね東京羽田空港から安い飛行機で福岡空港まで来たんですけど、新山口駅までねこの先行きたいんですね。でこのね山口県っていうのがね、東京から飛行機で行こうとすると山口宇部空港もスターフライヤーはそこまでねめちゃくちゃ安いってわけじゃないんで、なかなか安く行こうとすると難しいところなんですよね。でそんな中でね、いい方法を調べたんですけど、もうすごい画期的な方法を思いついたんでね、それをやってみることにします。でそれがどういった方法かっていうと、このね福岡県博多駅から新山口に向けて高速バスが出てるんですけど、福岡山口ライナーっていうバスなんですね。でねこれがありえないぐらい安い。もう私もね間違いかと思って二度見しちゃいましたけど、間違いじゃないみたいなんで、値段がなんと1020円で乗れるんですよね、この博多から新山口まで。1020円ってねありえないですよ。まあ比較対象で比較してみますと、新幹線自由席で行くと5170円、まあ5倍かかりますね。で在来線普通列車で行くと2800円、これの3倍ぐらいかかりますよね。でさらに面白いのがね、博多から小倉までのバス、まあ、小倉っていうと、ね、新幹線で一駅隣の駅ですよね。そこまでも1150円するんですよね。だから一つね隣の新幹線の駅に行くより、新山口だと小倉新下関朝新山口になるんで、4駅先のところに行くバスの方が安いっていう、ものすごいね逆転現象が起きてるんですよね。いやこれはすごいな、これこんな区間あったんだ。でこれがねどういったからくりかっていうと、まあそんなからくりでもないんですけど、まあねこの新山口までは通常の運賃は3200円するんですよ、まあ、まあまあすると。でただ早売り位置っていう前日までに買えばいい割引の運賃で、これが、まあ、金土日祝日は2040円するけど、月曜から木曜がもう思い切った値段1020円って、いや月曜から木曜だからってね、こんなに安くしていいものなのかって感じがしますけど。でねこの最安値の1020円、どうせね3席とか5席とかそんくらいしかないんでしょって思ったらね、ちゃんとホームページに、ね、書いてあるんですね。早売り席は30席ご用意、数席ではありませんってことで、30席ってもう半分以上がねこのね1020円で利用できると。本当にねこれでそんなやっていけんのかな。東京から成田空港のバスもね1000円で利用できるということで、ね、話題になりましたが、あれも1300円値上げしましたし、多分東京成田空港よりねこっちの方が距離長いですよね。いやこれって1000円前後で乗れるバスで最も長距離なんじゃないかって感じがしますけど、いやこれすごいな。でね、いくら安いって言ってもね、こう所要時間がねどんくらいかも気になりますよね。でバスが16時半に出て19時55分に新山口に着くんで、3時間25分、まあまあまあかかるんですよ。それに対して新幹線は直近のものだと驚愕のね所要時間で34分、早すぎますね。で在来線普通列車乗り継ぎで行ってもまあまあ2時間51分ということで、そうバスの方が所要時間はどうしてもかかっちゃうんですけど、それ以上の、ね、安さですからね、実際どんな感じかね乗っていきましょう。とりあえず乗り場が博多バスターミナルということで移動していきましょう。
さあ、ということで博多を出てからまだね30分40分ぐらいですけど、古賀サービスエリアでね休憩ですね。運行時間がねまあ4時間ぐらいになるんで、休憩どっかであるだろうなと思ったら結構早かったですね。で10分間しか休憩がないんで、ね、ただなんか食べたいですね。さあ、では10分間の休憩ですけど、こう豚バラ串っていうね商品を買いました。これ360円ででね、目の前でね火でねまた温めてくれたんで、いや楽しみですね。こういうの食べたかったんですよね。やっぱりうまい、最高ですね。さあ、たとえね休憩が10分であろうとね、最高な食事をしてまたねバスに戻りましょう。続いて今18時半頃ですけど、周防灘パーキングエリアで休憩ですね。ここはね店はなくてもう自販機とトイレだけなんですけど、そうさっきねかなり早めに休憩に入ったんで、高速道路のね連続運転は2時間までなので、それを超えると休憩入れなくちゃいけないんで大丈夫かなと思ったんですけど、休憩2回あるんですね。一応こっちに展望台ってなってるから見に行くか。本当にね静かでね、こんな静かなパーキングエリアあるんだってね、すごいな、新鮮な感じですねこれ。あ、ここかな、なんか展望台っぽくないけど、ここで道が終わってますから、で関門橋が見えますってことなんで、あ確かにね今日曇ってますけど、まあ奥の方にね海があって橋がね見えますね。あー、こんなところにいるんですね。さあ、では新山口へ下車してバスが走り去っていきましたね。19時44分に着いたので11分ほど早く着きましたね。博多駅からの所要時間は3時間14分ですね。いや途中休憩2回あるのがありがたいのと、結構ね沿線に見どころ結構あったような感じがして、まあ、乗っててね景色を見てね面白いようなね路線でしたね。で所要時間なんですけど、途中ね宇部新幹に泊まるために、まあ、途中南側を通ってきたわけですけど、これがね宇部新幹に泊まらないともう 2,30 分ぐらい短縮してねものすごい速さで着くと思うんですけど、ただね宇部新幹で降りる人はまあ大体毎回いるでしょうから、このね宇部新幹に誰も降りる人がいない場合にもう一直線で来るのかどうかっていうのはねわからないですね。いやーでもこのバスね、まあ博多からね山口まで安く行くっていうのももちろんそうなんですけど、東京からね安い飛行機で福岡空港に降り立って山口まで安く行くっていうのでもね、なかなかね使い道としてはありなんじゃないかなと思います。やっぱりね本当に山口県ってどうしてもね行きづらい都道府県だと思ってたんで、このバスの存在を知ってね、もう博多から1020円で行けるんだったら、あこれは全然ねありだなっていう風にね思いましたんで、なかなかそういった東京から山口に行くために使うっていうね使い道でも全然ありなんじゃないかなと思います。まあ所要時間はねどうしてもかかっちゃいますけどね、東京山口間のね移動手段のね新たな一手をね生み出した感じがしますね。まあぜひね興味がある方はね乗ってみてください。本当にこのバスの1020円っていうのはね驚きました。いやーいいものを発見したな。じゃあこんな感じでねこの動画は以上になりますんで、次の動画もよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。